1. 台本に収まる。額をつけてほしいという母の思いから17歳で渡米するが、ひどい人種差別を受け、強烈な挫折を味わう。この経験から生まれた反骨心から、絶対に役者として売れると決め込み、劇団へ入団。感情豊かで脚本家や監督が求める以上の芝居を見せ、入団からわずか1年で太陽にほえろに出演を果たす。2. 半端な準備。芝居に熱く、役に正面から向き合う姿勢に、先輩である石原裕次郎や渡哲也も影響を受けたという。24時間映画のことを考え、役作りでは体重を10キロ以上落とし、さらに頬をこけさせるため、上下の奥歯を4本抜いて撮影に臨んだこともあるという。3. 途中で投げ出す。高倉健と共演したハリウッド映画、ブラックレインの撮影が始まる前に末期のガンであることが発覚するが、周囲にそれを隠して撮影に臨んだ。医師が相当な痛みがあったはずと話す中、まさに命がけで撮影を終え、最後まで役者であり続けた。